皆さんこんにちは、ゾンさんです。今回は、前回に、おすすめのスマホの編集アプリを紹介したんですけれど、あの動画を、撮った日かな、まあ、その前後ぐらいにですね、新しいスマホの編集アプリが出てて、それがですね、めちゃくちゃ最強なので、皆さんにはですね、そちらのアプリも紹介していきたいと思います。そちらのアプリが、ビアメーカーっていうアプリなんですけれども、まあ、TikTok をやっている方ならご存知かと思うんですけど、まあ、おそらくスマホの編集アプリの中では一番最強なんじゃないかなと思ってます。ので、皆さんね、ぜひ使ってみていただければと思います。はい、早速ですけど、ビアメーカーね、触っていきたいと思います。新規プロジェクトの、まあ、動画の素材をね、まあ、今回は使っていくと思うんですけど、あの TikTok の方で、今飲み物のこういう動画とかですね上げててですね、まあ、これの、編集方法ってどうやってるんですかっていうのをかなりいただいたので、まあ、今回はモンスターの素材を使いながらですね、またそのビアメーカーの細かい設定、なんでこれがいいのかっていうところも含めて解説していきたいなと思います。でまず基本的な使い方としては、まあ、ここに、素材が3つぐらい並んでて、編集下にですね、まあ、編集オーディオテキストってあるんですけど、あとはですね細かい機能としては豊富なテキストだったり、画像の中にこれは PIP って言うんですけど、ピクチャーインピクチャーって言って映像の中に映像を重ねることができたりですね、あとは速度ですね、速度をめちゃくちゃ速くできますね、100倍ぐらいまでできたりとかですね、まあ、他のアプリよりもめちゃくちゃ速くできるんで、かなり使いやすいアプリになってると思います。じゃあ具体的にどういう風に動画を編集していくかっていうところを、まあ、僕がやっていることを皆さんにお伝えしていきたいと思います。でまずはですね、この動画の素材ですねがあるんですけど、まずはこれね、いらないところからカットしていくんですよ。で、これをカット、分割ですね、もうこれいらないんで削除、まあ、とか基本的にはこれはこういう動画なんですけど、ダーンって言って、で次は黒色の消えた、で黒色から引いて、でモンスターにまた当たって、トランジションが当たると。でこれ、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、かなり遅いスピードで実際はやってるので、どちらかというと手ぶれしないように撮影する方が大事ですね。でこれはいらないんで消しましょう。でなので、いらないところをカットしていくというところですね。カット、もうこの辺までこっちで見ましょうか。この辺で切るんで、素材としてはこの辺ですよね。で次の素材が、次がここから引くんで、動き出すこの辺ぐらいですかね。で引くワンと切って、でここまでですね。閉じちゃいましょう。3つ目もぐらいですかね。で消えるんで、もうこれぐらいですね。でこの素材はほぼほぼ決まりました。次するのは速度をどんどん調整していくんですけど、もうここで音楽を入れちゃいますと。まあ、今回の音源は、まあ、TikTok にこれは上げてるので、TikTok の方から持っていきたいと思います。まあ、作り方としては、この動画をまずダウンロードするんですよ。でこれをダウンロードして、でこれそのまま上げちゃダメですけど、そのまま上げちゃダメなんですけど、音だけ抽出するんですよ。例えば今最後に僕がダウンロードしたのはこれかな、右上の。ですると動画の音だけ来るんですよ。この音に合わせてまずは編集していく、編集をしていこうということですね。でまずはどの辺かな、ここから始まるんで、この音をカットして、あれを作りたいんでね。じゃあ早速ね、編集していきたいと思います。まずは動画の素材のスピードを変えていくんで、タップして変速ですね。変速をして、曲線。これがすごいんですよ。これが他の機能になくて、例えばですね、こう、だんだん速くして、だんだん遅くするっていう機能がアプリにはないです。パソコンだと、スピードランプとかキーフレーム打ったりして、だんだん速くして、だんだん遅くしたりできるんですけど、今までスマホのアプリでこれをできるとこってなかったので、これはね、しかも無料で使えるんで、素晴らしいと思います。で、例えばこの波長のヘロですね。ヘロ選ぶと、こう、で、ここ
こをタップするとこういう曲線が出てくるんですよ。これ何かっていうと映像のこれが速いで遅くなって速くなるみたいな感じで、これをねどんどん触っていくんですよ。で例えばこれもっと速くして、この辺かな、ここもっと速い方がいいですよね。ギュン遅くギュンがいいんですよ。基本的にはやっぱ速い遅い速い速い遅い速いっていう感じにするといいのと、あとは速い遅い速いの遅いところで見せたい映像を持ってくる。だからこれはここはもう全然速くていいんですよ。だから速くていいんでこの辺ぐらいまではもっと速いですよ。この辺ぐらいまで速い。でこの辺は多分もっと速くていいんですよ。最初ギュインっていくんで、でここもまだ速くていいと思いますね。ここもっとこっちまで持ってきて、でこの辺から遅いですね多分ね。この辺ぐらい、またもうちょっと映像的にはこっちですねでこれちょっと多い時はビートを削除って、これビートっていうんですけど、まあ、削除していくと、うん、でここで次早くですね、これじゃないですか。で遅くなってこれぐらいですかね。ちょっとこれしましょうね。でもうちょっとスピードとしてもらいますね。いいじゃないでしょうか。もういい感じですよね。これでこれがかこれはもう調整なんですけど、上にこの線のより上側ですねは速いんですよ。例えばこれは速いですね。でここの線がこれだんだん速くなるんですよ。1倍から2倍から3倍4倍から10倍の速さって言って、だんだんドゥインってきて、ここ10倍の速さですね。またここから次遅くなるんですよ。でこれはなんで遅くしたかっていうと、まあ、ここでラベルが見えるんでモンスター持ってるよで落とすときはもういらないんでジュインって感じですね。でこれをでスピードを変えれると。で今までだと結構その5倍の速さにして、0.5 倍2分の1の速さにしてみたいな感じなんで、映像としてだんだんグオーンっていうのがなかったんで、やっぱりそこは全然こっちの方がかっこいい映像を作れてます。で1回目のカット見てみましょうか。これはもうちょっと片ついてるけど、まあちょっと今回はね気にせずにいきたいと思います。で今のめちゃくちゃいいですよね。これコピーできるのかな。カスタムは自分で作るってことやな。これコピーの機能とかって便利やな。だいたい波形一緒やから、まあいいや。で同じようにですね、まあこっちもちょっと早すぎますね、まあ、素材をカットしてるんで、あとはここですね、ここは遅くしたいですね。合ってますね。もっとこの辺弾きたいから、もう一気に弾いちゃいましょうか。どんな感じ？もうちょっとなんか早い方がいいっすよね多分ね。これね、どう？いいんじゃないですか。で次 3クリック目いきましょうか。どうすか。来ましたね。これ来たんじゃないですか。これおお来た来たじゃないですか、来たじゃないですかとかって言って、いやそう、これができると。なんでまあ編集のスピードっすね。これはめちゃくちゃいいっすねやっぱり。で他にもですね、例えば、まあ、ピクチャーインピクチャーを入れるとするならば、こういうちょっと 裏側をね入れたいみたいな時とか、まあ自分が喋ってるやつを入れたいとか、なんかこう映像を重ねたりすることもできるんですね。例えばこれですね、裏側がこれですみたいな感じで、
再生。これ。ああ。うんうん。まあ、これ重ねたりですね。あとは、文字ですね。文字、あ、文字がテキストを作成って、まあ、わかんないですけど、モンスターにしようか。モンスター。モンスターにして、で、これをスタイルで、ビジネス。業種体、小杉、小杉。で、アニメーションとかを入れると、こんな感じで動いたりするんで、例えば、こんな感じとかですか？おー、いいですね。まあ、せっかくかっこいい映像が文字邪魔してるんで、僕はいらないんですけど、あとはですね、フィルターですね。フィルターを、いろいろかけれたりするんと。まあ、モンスターの場合は、まあ、今回の映像はちょっと、淡い系じゃなくて、濃くなる感じですが、ダークトーンの方がいいんで、まあ、この辺をちょっとだけかけちゃうとかですね。で、これがですね、まあ、調整レイヤーみたいな感じで、こう、どこまでかけれたりとかするんで、まあ、こういう細かいところまで、うん、ちょっと黒くなりました。暗くなりましたよね。そのシックな感じというか、まあ、かっこいい感じで、フィルターをかけれたりですね、かなりですね、細かいところまで、触れるようなアプリになってますと。なんで僕が、まあ、一番お気に入りなところは、やっぱりこのスピードを変えれる、だんだん速く、だんだん遅くってするだけで、映像って全然変わってくるんで、そこはね、やっぱこれおすすめしたいですね。まあ、TikTok、撮ってる方とかは、さっきみたいに動画を一回ダウンロードして、音だけ、入れるとかですね。まあ、そういうのができるんで、おすすめだと思います。まあ、今回ですね、新しく出たアプリを使って、僕がいつもと作ってるような動画をですね、どうやって作るんだっていうのを解説させていただきました。で、次はですね、撮影ですね。結構やっぱりうまいこと撮影できないっていう方がかなり多いんで、まあ、気をつけるポイントですね。まあ、そもそも、スマホで撮るときの、設定方法ですね。グリッドを出したり、あとはピントを合わせたりですね。あとはフレーム数ですね。30、60とかってあるんですけど、まあ、そこを注意しながら撮影も気をつけるポイントをですね、お伝えしていきたいと思います。で、今回はですね、以上になりますんで、ありがとうございました。ですね、前回出したバルミューダ全く撮ってないです。わからないこととかはコメントにいただきたいのと、あとはですね、インスタの方も見に来ていただければ嬉しいです。というところで今回は以上になりますので、ありがとうございました。また次回もお会いしましょう。バイバイ。